向こうを向いて横向きで寝てもらって骨盤からいきます、はい、骨盤か、はい、調整します。力抜いてください。よいしょ。はい、反対向きです。正面にして座ってください、はいはいはい、頭の後ろで手を組んでください、はいはい、で背中を丸めます、うん、はい、で肘って、はい、これで肘を閉じますね、グッと、で外してください、はい、頭の後ろで手を組んでください、はい、で背中を丸めます、うん、はい、で外してください、次は仰向けです、はいはい、下から行きます、はいはい、またほぐしてから調整入れますね、はいはい、もうそこ痛い、はい、固まってますね、だいぶ、うん、でもあれですね、前回から胸開いてますね、うん、あ、本当ですか、はい、それはありがたい、ちょっと猫背っぽかったのが、はい、こう胸が開いてきて、ピンと立てるようになってるような、あ、それはよかった、なんですけど、その下が痛いですね、それ。ちょうどここ動きもあんまり良くないところ。そうですね、痛い。よいしょ。
3番あたりとかなんですか。もうちょいしたら4号あたりじゃないですか。そうか、4ぐらい。4のあたりですか。なるほど。じゃあ、やや下なんですね。真ん中ぐらいな感じが。まあ、中間ですね。そうか。はい、じゃあ、矯正をします。すいません、これちょっと取れちゃいました。はい、あ、でも、一旦もうこっちにしときますか。はい。じゃあ、首と矯正です。はい、お願いします。じゃあ力抜いてください。はい、じゃあ起きてください、はい、また今度、うつ伏せになって体のチェックをしますね。はい、はい、お願いします。よいしょ。もうだいぶ伸びましたね。おー、あ、でもまた今回も右側が縮んでますね、はい、腰ですかね。うん、こっち落ちるけど、こっちがやっぱり腰が引っ張られるような感じですかね。うん、よいしょ。ほんの少し右が短い感じはありますけど、はいはい、だいぶ整ってきてますね。はい、あ、ここも痛い。あ、でもかなりほぐれてますよ。あ、そうなんですね。でも確かに入って痛いって感じですね。うん、あ、そうなんですね。確かに入っていたいって感じですね。はい、OK です。はい、ではまた、はい、アフター写真を撮ります、ね、はい、お願いします。ありがとうございました。まあ、体が、ね、はい、このまま楽になってくれれば。そうですね、前回から2週間足らずぐらいで今受けてるので、はい、それぐらいのペースがいいのかなっていうふうに思いま すね。こうやって自分でやってみると、はい、やっぱり1回始めたら、うん、間空けずにもうポン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 受けてもらった方が良くなりますよね。やっぱり相手に行っちゃうとまた疲れがね溜まっていって姿勢が悪くなってってなりますもんね。はい、もう3歩進んで3歩下がったら意味がないんですよね。確かに、ね、だから2歩下がるぐらいまでで、ね、はい、抑えてもらわないと。じゃ あのそんなに上げないうちに、はい、はい、ぜひお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。もう動画の方はストック溜まってきたんで。あ、よかったです。はい、はい、じゃあもう丹野さんのは締め切りになりました。施術は受けられるので、はい、あとうちも貸し出してるので、はい、あのリラクエアでやってみたいっていうのがありましたら、丹野さんにも連絡いってください。はい、それはあのリンクを貼っておきますので、そちらからお願いします。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。丹野さんのね、登録の、はい、丹野さんのチャンネルも貼っておきますので、ご興味のある方は。はい、ぜひお願いします。はい。See you!